今日はですね、エストレアで、はい、やってきております。はい、なんか輝いてますね。エンジン部分が輝いてますはい、ちょっとね、今朝、掃除をしました。はい、エンジン、はい、だいぶ輝きを取り戻したんじゃないでしょうか。はい、まあ、あのエンジンのね、まあ、空だめがやってる、まあ、水洗いっていうかね、水掃除、まあ、年に1回ぐらいしかやりませんけど、まあ、どういう風にやってるかっていうのはね、この間 W650 の方で、説明したんで、まあ、ここでは、省こうと思いますけれども、うん、まあ、いつもと違ってね、なんでエンジンかけっぱなしなのっていう話だけど、止まるからですで、まずね、皆さんね、よく、まあ、ネットとかでもね、まあ、空波の、まあ、空波チャンネルの、まあ、コメント欄とかでもね、エストレア欲しいっていう人いますよね。でそれとかあと、まあ、高いんでね、ファイナルとか、FI のエストレアは高いので、まあ、キャブでもいいから欲しいとかね、言ってる若い人、あのね、大きな間違いですよ大きな間違いですよ。ヘリテージと、古いバイクは違いますからね。まあ、これ前にもちょっと他の動画で喋ったんですけども、まあ、それが現実です現実をちゃんと見ようね。はい、ということでね、そうですね、まあ、ある意味今日はね、ちょっと車両のそのプレミア、うん、プレミアっていうものに関してね、はい、空だめはこう思ってるっていうことを、ちょっと話していけたらなと、はい、いうふうに思ってます。うん、皆さん、プレミアがついてる商品、欲しいなって思ったりする人いるかもしれませんけれども、プレミアは所詮プレミアですよ実のあるものじゃないですよ。はい、そこはしっかりね、認識したいと思います。はい、まあ、今日はまあ、いわゆるその車両のプレミア価格、まあ、プレミアっていろいろあると思うんだけども、そういうことに関してね、一つ話をしていきたいなと、はい、いうふうに思います。まあ、なんでね、今日こんな、話題にしようと思ったかというとですね、まあ、確かにね、昨今、うん、まあ、バイクのね、価格っていうのがちょっとおかしいよねっていうような話をね、何本か動画にも撮りました。うん、まあ、例えばですけれども、ホンダのね、GB350、まあ、これは空波もレンタルしまして、レビューをさせていただきましたバイクなんですけれども、こういったようなバイク、例えばですけれども新車、はい、新車の価格が、55万円税込みですよね。はい、そういったバイクです。新車で55万ですよ。まあ、これ今なんか、噂ではもう受注が停止になっているというか生産完了になっているのかな、今のモデル。まあ、詳しくはちょっとよくわからないんですけども、次のユーロ6でしたっけ、はい、排ガス規制にどうも通らないということで、一旦、なんか生産、終了になるというような噂も聞いたんですけれども、まあ、ただハイネスのその新型っていうのが、それに対応してくるっていうふうに聞いてるので、まあ、それも日本で発売してくれるのかななんていうふうにはまあ思ってるんですけどもね、まあ、ちょっとその辺は、空波もはっきりした情報を得ているわけではありませんので、まあ、滅多なことはね、言えませんけれども、うん、まあ、例えばですけれども、じゃあ今そのなかなか手に入らない、GB350、はい、まあ、バイク屋さんに行ってももう受注は停止、ずいぶん前からですよね、これ、受注停止しているので予約すらもすることができません。うん、でもね、でも、そのバイクって、55万円定価で、売っているバイクですよね、じゃあそのバイクが今、中古屋さん、中古のバイク屋さんでいくらで売られてるでしょういくらで売られてる皆さん見た最近、GB350 とか、まあ、グーバイクとかでもいいんですけどね、グーバイクとかでも多分結構高く出てると思うので、見ましたでしょうか。はい、これがね、ちょっと信じがたいような価格で売ってるバイク屋さんが結構ありますよね。70万ですとか、はい、まあ、ひどいのはね、80万ぐらいっていうのを、見かけたこともありますよでこれはね、まあ、プレミア云々の話ではないかなと、正直、思いますね。うん、こういうのはね、やっぱり空波、まあ、皆さんこういう話をするとね、まあ、需要があるから、まあ、ね、供給されるんだと、まあ、値段もつくんだと、いうことを、ね、おっしゃられる方が、まあ、自由、まあ、主義経済というかね、まあ、いらっしゃいますけれども、やっぱりね、これはね、俺個人的な考えだけど、これはなんとかした方がいいと思うね、正直思います。じゃないと、まあ、世の中ね、買い取り屋さんっていうかね、そのいわゆる転売屋
ヤーっていうような人たちとか、間に入ってね、まあ、お金儲けをしようとか、そういう人たちっていうのが、まあ、どうしてもこれ出てくると思うんだよね、こういうことをしてると。まあ、ですので、例えばですけれども、まあ、これはあくまで空波の試験ですよ、試験ですけれども、例えば、定価のあるもの、でこれなるべくね、そのメーカ ー, あー、まあ、希望小売価格っていうのをこれ設定してほしいね、個人的には、オープン価格っていうのが最近はこう流れじゃないですか、ですけれどもやはりここは、標準価格っていうのを、設定してもらって、でその、まあ、標準価格いわゆる定価ね、定価っていうのを、超えての販売というのは、例えば、長年ね、例えば10年20年してさ、その商品っていうのがすごくプレミアがついてね、希少価値がついたりとかして上がっていったりするっていうのは当然あるよね。まあ、これ美術品とかだったらもっとそうじゃないですか。ですからそういうのをまあ否定するっていうわけではないんだけれども、やっぱりね、発売してから、1年間、まあ、1年間でいいと思うんです、僕1年間でいいと思います。で1年間は、定価の、まあ、その標準価格を上回っての販売というのはしてはいけないっていうような、法律というか、まあ、そういったようなものを何かこう作らないと、なんかね、ちょっと釈然としないよね、こういったような形で、まあ、いろいろなものがね売買したりっていうのは、結局はその、定価よりも高いね、定価以上の価格で、買わされる人が出てくるっていうことでしょ。まあ、ただそれだけの価格金額出しても買いたいっていう人がいるんだから、別にそれはそれでいいじゃねえかって、思う人はいると思うんですけど、でもそれをやりだすとやっぱりそこに入って、儲けようとする人がやっぱり後を絶たないし、で、まあ、じゃあそれが商売なのかっていうとね、まあそうなのかもしれないよでも、まあ、そういったような人たちが市場に出た、まあ、希少な、例えば欲しい人がいっぱいいるような商品をね、そういうような人たちが、買い漁って、標準価格よりも高い金額で売りまくるっていうのは、これはやっぱり、僕は、まあ、商売として、まあ、なんていうのかな、健全な状態ではねないと思いますね。はい。まあ、空波もね、まあ、実は、最近、スズキの ST250、はい、このオートバイをね、手放すと、いう話をね、しました。そしたら、やはりね、まあ、欲しいっていう人がね、出てくるし、いくらで売ってくださいっていう人もね、何人か見受けられました。はい、例えばツイッターのね DM とかでも、ST 売っちゃうんですかと、もし、売られるんであれば、私に売ってくださいと、まあいくらいくらぐらいで、売っていただけたら、ありがたいですみたいな感じでねいただくんですけども、まずね、空波は、個人売買は、しないというふうに、まあ、公言をしているわけなんですけれども、基本的にはね、まあ、友達とか知り合いとかはやるよ、だけれども本当に全く、まあ、見ず知らずの人とね、まあ、オークションで、自分のバイクを売ったりとか、まあ、全く知らない人にメールとか、ツイッターのやり取りで、バイクを売ったりとかっていうことは基本的にしないというふうに言ってるわけなんですけれども、まずね、そのまあ、提示してくれる金額っていうのが本当にありがたいんですよ。ありがたいんですけれども、ちょっとねやっぱりとんでもない価格なんですよまあ確かにね、確かに、グーバイクで、その波が、今度手放すというふうに話をちょっとしたね、スズキの ST250 っていうオートバイは、まあ大体65万とかで、売ってるケースが多いですかね、最近ここ、まあ、数回、掲載されたものですと。でちょっと前だと50万円台だったんですけど、まあ、今60万円台ぐらいで、売られてることがありますが、冷静に考えてみましょうよ。あれって ST ですよST だよ、しかも中古でボロボロサビサビですよ、そんなバイクにそもそも50万円の価値なんてあるかと言われば、僕はないと思ってるんですよ。まあ、わかんないですよ。それは、買われる人がその価値があると思っているから、その金額を提示されるわけでしょ。だから、その人にとってはその価値があるんだよと、いうことで、その人の価値を否定することになるのかもしれないですけども、あくまでも
も、僕は僕の価値観の中で、僕のものをやり取りするわけですから、僕はそういった価格では、基本的におかしいと思うからね、そんな価格だって僕が ST を買った価格っていうのが30万円ちょいですよ、S カスタマイズボロボロだったからね、とけどで、その金額で例えばね買ってくれるとかっていうことでも、僕が買って僕が売るわけですから、同じ価格で売れるってことはおかしなことですよね、ある意味ね、なんで、当然安くなるのが当然ですけれども、それよりも、十何万、十数万高い金額でね、50万円で買いますって言われてもそりゃ売れねえよ俺はそんな金額じゃ、例えば、そうだな、俺のすごく親しい友人がね、それは波に俺どうしてもこのバイク乗ってみてんだよと、このバイク欲しいんだよって、買った後に金がかかったりするのはね、いろんなとこ直さなきゃいけないっていうのはもう分かってるから、例えばそれ並みがね、そうだな30数万で買ったっていうんだったら、20万円で譲ってくれねえかなっていうふうに言われるんだったら、俺はもしかしたら友達とか友人だったら売る売るよ、だって乗ってみたいってそれだけ、言ってくれるんだもんで、リスクも分かってくれてるんだもん だからそういう場合は売るけれども、全くのね、見ず知らずの人にそんな金額でなんてとてもじゃないけど売れるバイクじゃないんST っていうのはね僕はそう思います。だから僕は、僕の価値観の中で僕の持っているものを、やり取り、売買するわけですから、他人の価値観どうこうは僕は関係ないんですよ。そのオートバイっていうものに関してね、一番初めにそうですね、思い浮かぶっていうのは、相棒です。愛情、相棒、ですので、例えば、このバイクに乗ってみたい、というふうに自分が思ったらね、やっぱりそのバイクが多少ボロくても、今までも買ってきたし、ちょっと高いなと思っても買ったこともあると思います、でもやはりこれは妨害だろうと、この金額おかしいだろうと、いうようなものっていうのは、過去にもそれなりは買ってき、ませんでした。やはりね、一番は、相棒にしたい、このバイクと一緒にいろんなところに行きたいっていう気持ちが、それなり的にはね、一番バイクに対して、なんていうのかな、寄せる思いであって、そのバイクに対する価値というものを、測る上で、そうですね、一番最初に来るものなんですよ、そして、次はやはり、機械としての価値だと思います、ですので、そのオートバイが機械として、どのくらい、例えば走れるのか、まだ、どのくらい走れるか使えるか、それとかどのくらい使いやすいか、どのくらい便利か、そういったような、機械としての価値っていうのが次に来ます、それ以外のところっていうのは、それなりには多少見た目とかはあるわST 正直買ったのは見た目に惚れたもんでね、あの見た目のバイクに惚れたわけですから、わざわざ、S カスタマイズというオートバイをね、ボロい、車両しかなかったけれども、それを買ったわけですよ。で、見た目っていうのはありますけれども、そこにね、僕にとってのプレミアっていう価値観には、ないんですよね、入ってこないプレミアだって、プレミアって言った段階で、僕的にはですよ、なんかその、要するに、お金、投資的というか、例えば価値がある、このバイクは、これだけの金額の価値があるっていう、いわゆるその紙幣換算じゃないですかプレミアってね、僕はそう思うんですよね。例えばですけれどもね、エストレアにしたら、ソラナミが持ってるような、こういう RS っていうような、バイクは、前後、ディスクブレーキのバイクですよ、当時はね、前後ディスクって安心だろうなと思って、買った人多いと思いますよ、ドラムよりも安心だなと思って、でも今、見てみたらやっぱり RS って人気ないんですよねやっぱり見た目的に、ストレアはドラムの方が、かっこいいっていう風になるわけですよ、そこで、金額的には、多少のね、開きっていうのが、出てきてしまうわけなんですけれども、でも機械としてはね、
同じエストレアですよ、うん、で他のバイクでも、このカラーリングだけ高いとかってあるじゃないですか、ねまあ、ある意味その見た目っていうのは、入ってくるんだけれども、でも同じ機械としてはね、まあ、一緒だと思いますよ、うん、で、まあ、そんな多少のね、まあ、多少こう、まあ、金額で言ったらね1万円とか2万円とか高いっていうぐらいだったら分かりますよ。それは新車でも、特別カラーみたいなやつでちょっと高いじゃないですか。でそのぐらいならいいんですけれども、でも例えば、通常の ST がね、38万円とか、40万円だと、いうところなのに、まあ、S カスタマイズが例えば65万とかっていうのは、まあ、これ明らかにおかしいと思いますね、まあ、ということでね、まあ、今回、ST250 なんですけれども、まあ、いくつかね、本当にそういういい話を持ってきて、いただいたんですけれどもね、本当にお話をくれた方はね、まあ、売るつもりはないですけれども、その気持ちは本当に、欲しいって思ってくれた気持ちはね、ありがたく、受け止めますけれども、本当に申し訳ないんですが、今回もね、いつも通り、レッドバロン伊勢店さんの方に下取りに出しましたので、まあまあ、レッドバロン伊勢店さんおかしな金額がつけないだろうなとは思いますけれども、まあ、まあ、その波が買った時よりかは明らかにね、高いと思います、うん、まあそれはしょうがないよね、今バイクの価格がそうなってるんで、うん、でもその分ね、その波が買った時よりかは、だいぶ綺麗になってますのでね、はい、そこはお許しいただきたいなと思います。